みなさん、はい、おはようございます。まだ逃げないでもらっていいですか。カメラの前でお願いします。みなさん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、レンです。今回なんですけども、ラムネフルーツポンチ作ってみた。イエイ。今回はただ単にフルーツポンチをね作るのではちょっとあんまり面白さがないので、ここにねラムネを入れてわーってね、このねサイダーをねふかしたいと思ってね撮っております。で、なんで今回ねラムネなのメントスじゃなくてって思う方もいると思うんですけども、ねメントスで本当はやりたかったんですよ、メントスコーラみたいにね。だけど売ってなかったんです。というわけでね、今回はラムネでね、フルーツポンチを作っていこうと思います。レッツゴー。はいね、この入れる果物の中のね、この水っていうのかな、なんか甘い糖分みたいなね液体をね抜いて、あとねサイダーもね、やっぱここねみんなが触るところなので、しっかりとね石鹸でね洗ってきました。ではまず、この三ツ矢サイダーをここにセットします。はいね、こんな感じで。そしたら次にここのね食材をね入れていきましょう。まずこちらはなんだこれ、マンゴーです。マンゴー投入。 OK、 マンゴー入った。はい、続いてこちら桃でございます。桃フラペチーノ。桃が出ない。いった、手入れてきたし、やべ、缶詰の中手入れたらダメだわ、めっちゃ痛いんだけど。はい、ではね、ちょっと止血終わったんで、続いてみかんの方ですね、入れてみましょう。はい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 。で、最後にこちらをナタデココを投入していこうと思います。はいはいはい、よし、 OK。 ではですね、皆さんお待ちかね、こちらのラムネをこちらのね、蜜やサイダーの方に入れていきましょう。というわけで、まずこちらラムネで開けないとダメっすね。ちょうど親指がね、を怪我したのでちょっとね、うまく開けられないですね。 OKOK、 やばい、転がってちょっと。はい、だけどじゃあ今回はラムネ、まあ5個ぐらい入れましょうか。まあいいや、鶏まね入れられるだけ入れましょう。ではとりあえずこれを開けると、これこっから出て、よしよし、大丈夫、 OKOKOK。 ではね、皆さんやっていきましょう。入れていきますよ、いきます。あれ入んない、蓋に入んない。え、おーおおおえ、え、おお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 おえ、吹き出し方が異常でした。え、ちょっとはい、なんかまあ一応できましたよ、皆さんできました。はい、こちらがねラムネで作ったねフルーツポンチでございます。もうなんか服めちゃめちゃになっちゃいましたけどまあ今はね、まあこういうこともあろうかと、まあね、しょうがないですね。はい、まあね、これからね、美味しく食べていこうと思います。はい、今日はご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバーイ。